光飛びがやばいですね。服暗いから白飛びしてるね。かゆ、目かゆ。白飛びまこ、白飛びまこだ。昨日の虫さんどうなった？いなくなりました。多分出てきてないよ。ウニちゃんが見えない、うん、うん、なんか私の猫パジャマ、猫パジャマ。めっちゃ目かゆい。今日はのんびりできたのか。ずっとのんびりできたよ。今日はのんびりパジャマ配信はよ。ダサいパジャマ、ダサいパジャマ配信。いつもパジャマ配信の、いつもパジャマの。私パジャマじゃないよあれ。ただいま。これね、これは大好きなパジャマなんです。あのこのパジャマが一番可愛い。下パジャ、下でない、逆に今日下パジャマじゃない、ズボン入ってる。見てくださいこの可愛いパジャマ。あのですね、これはですね、ちょっとボタンがあのめっちゃ壊れててあれなんですけど、壊れてる、あのね、上までこう首を締める、首まで温められるパジャマ。見て、かわいいこのパジャマ。首がなくなるパジャマ首がなくなるんですこれ。下半上違う、逆にあの長ズボン。赤パジャマ、青パジャマ、マコパジャマガチパジャマ、ガチパジャマ、これ大好き。このパジャマが一番好き。かわいい。かわいいでしょ。いつもこのダサパジャマ、パジャマ配信。暑くない？え、私いつもこれ。外に出れそう、出れない。これで外はね、恥ずかしくて出れない。内首まこ、雪山市あったかいです。私の部屋は寒いから。たけるやさんかわいい、ありがとうございまこ。げんちゃさんハート、ありがとうございまこ。デイクさんいいね、ありがとうございまこ。泰山北斗さん三色団子、ありがとうございまこ。山さんかわいい、ありがとうございまこ。フレアフレグッジャン、フーアなメガネさん三色団子、ありがとうございまこ。レイクさん、ヤマホ3号さん、かわいい、ありがとうございまこ。ゲンチさん、尊い、ありがとうございまこ。フレアフレグッジャン、フーアなメガネさん、かわいい、ありがとうございまこ。グッジャン、ハート、ありがとうございまこ。CD 大好きさん、クマ、クマ、ありがとうございまこ。そう、このパジャマで配信したいなと思ってたけど、やっとこのパジャマで配信できた。あ、しんのすけさん、めっちゃかわいい、ありがとうございまこ。めっちゃかわいい、ありがとう。
もう寝る準備完了。そう、寝る準備完了。フレアフラグランスがすごくいい香りし、知ってる。つまこあつ森ブーム終わってきた。いや逆逆逆、昨日もめっちゃ燃えて、あつ森ね、お姉ちゃんとずっとしてたんですけど、なんか5時間ぐらい、あと6時間ぐらいあつ森ずっとしてた。もこもこ切ると北欧人みたい。北欧、夕飯食べたの？うん、食べた。雷がやばい。雷鳴ってるの？で、今日ちょっとだけ散歩したよ。なんかぬるかった。台風みたいなぬるさだった。雨なのにめっちゃね、あったかくて。草むしりしてたの？え、違う、なんか崖を作ったり滝作ったりしました。今日はコナンやる。あ、今日金曜ロードショー、え、見よっかな、暇だから。金曜ロードショー、でもなんか暇だから公演の練習しようかなって思ってます。なんか一時期家で一人で鉄な一公演全部やったんですけど、最近全然それすらもしてないので、ちょっとやろうかと思います。地形作れるんです。作れる。踊る幕を今日ね、一人で踊る青が踊ろうか。なんかね、 MC も、 MC はやってない。映画をまったり見るのもいいよね。体力落ちてない、落ちてると思う。だからちゃんと踊りたいと思います。その時はちゃんとマンゴーナンバー2って言うんですか？休憩タイムです、その時は。マクドの中に入ってふうくん、ぐっちゃん、ハートたくさんありがとうございます。廊下公園ですね。廊下、キャッチフレーズ忘れてない？え、忘れてるかも。おつまこのカップリング水がみたい。研究生はユニットできないんですよね。いつ公演再開されるんだろう。え、もうなんかね、いつだろう。劇場のカーテン閉まってる時って何してるの？休憩？あー、うーって水分補給って。あ、でもなんて言うんだろう、水分補給できるところはカーテンの中じゃなくて、もうもっと奥の、あの楽屋とかまでの近くの方まで行かないと水分補給できないから。な、どっち、どっちなんだろう。左が上手、右が下手、あれ上下も分かんなくなってきちゃった。多分上手側は本当に水分補給とかできない。廊下にあるな。そう、廊下にあります。ゴロ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 。そういえばなんやがめっちゃね、ずんのいいおさんみたいなこと言った。なんかね、家のなんだっけ、家の蛇口から石油出てこないかなみたいな言ってた。蒸しパン補給はしてないんですか？うん、蒸しパンはしてない。え、てか冷凍のお米なくなってきちゃったから炊こうかなって思うけど、お米食べなくてもいいかなと思うね。寝起き配信？え、全然寝起きじゃない。散歩も行ってきたし、今日はなんかね、喋るのが落ち着いてますね。お米炊くべきかな。米研ぎ配信したら無洗米かも。丁寧な生活した向こう。今日も京都で食器洗いした食器毎日洗ってる。今は土砂降りね。今雨の音が聞こえる。さっき散歩行ってきた時はあんま降ってなくて、で帰る時にめっちゃ降ってきたから急いで帰った。五穀まこね、もち麦五穀米みたいなやつあるから、それ混ぜて炊きたいな。蛇口からタピオカ出たらキモい。それは確かに
ちょっと嫌だね食器洗いえらいわくない、ありがとう、えらい。食器は普通毎日洗う、毎日洗う。でもなんか量とか少なかったらさ、溜めちゃうことない？たまにね。まこちゃんの声に癒されるよ、ありがとう。今日ブログゾンビさん、小判ありがとうございます。あ、今日ブログありがとう、教えてくれて。ぐっちゃん音符ありがとうございます。ブログ何書こうかな。としさん三色団子ありがとうございます。なんで？またぶち切れまこなんだ。今日もね、今日早いね。今日もぶち切れまこでした。勝手にアプリが落ちた。今日も初見のえいちゃんこんばんみ、こんばんみ。ぜひ右上のハートをピンクにしてルームフォローお願いします。あとこのウニアボタンもぜひぜひ来てください。ぶち切れ定期です。今日も定期ぶち切れ。なんでやん。雨なのに散歩したの。うん、雨だけど散歩する。食器何日ぐらい食べちゃう。え、何日も食べたことない。1日ぐらい。いや早いな。今日は洗濯も大丈夫。今日はお洗濯しておりません。ウニ率高いね。今日ねヘアアレンジしようかなって思ったんですよ。あのなんかみっちゃんとかがやってた羊さんのやつ、まこもやりたいと思ったので、三つ編みまでしたんですよ。あれこれ巻いてからどうやって止めるんだろうって考えて、あの冷静に考えたら家にピンが一個もなくて、あの編みピン持ってなかったんで、ちょっと買おうと思いましたそうヘアアレンジ全然しないぜ。だからヘアピンが家に全然なくて、一本も持ってなくて、だからヘアピン100均でいっぱい入ってるの買おうかなって思います。カレーとかすぐ洗わないと落ちなくなる。そう、お湯つけとく。毎日配信するの。毎日配信してます。空き容量確保しておいた方がいい。空き容量はね確保して、あとなんか4.4何ギガみたいなの残ってる。ピンがないんですよね。羊ひろし、ひろしが出てきたひろしです。ひろし、うん、G 書く語気、語気じゃないです。 4.4G なんか 4.4 語気みたい、やだな。何、10万円本当に支給されるのかな。え、本当に。え、でもこのお家には来なさそうだな多分ね。東京の実家に来てうちにはないかも。ピンないんですよね。あ、15分経過しました。79日連続配信中、イエーイ。 4じゃない7.9 じゃなくて79日、イエーイ。ありがとう。ミックスさん88、山さん88、ありがとうございます。あ、そういえばね、本日もね1位の方に、あ、リップがコロコロ。本日も、1位の方に今準備してありますので、ちょで前回書いた人が透けてる。
な、こんな感じです。今日の1位の方はこんな感じです。ぜひ今日1位になった方はここに名前が入りますのでね、はいって感じです。スケザエモンさん、バラありがとうございます。ウニさんのお腹に名前が乗る、そう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 、ウニさんのお腹に名前が乗るでございます。そういう感じでございます。はい、79位狙いでなんで、え、なんかね、そういえばね、そう、この前なんか、あ、昨日なんか1位の方に名前書くやつを始めるよって言ったら、あのココちゃんもなんか始めたよねみたいな書いてあって、始めたのかなとか、かぶったら申し訳ないなと思ってココちゃんに、あ、かぶっちゃってたらごめんねって言おうとしたら、え、やってないよって言われたので、なんかココナ、ココちゃんはあの57位だっけだっけの人を呼ぶらしいんですけど、あの1位の人の名前書くとかは別にやってないみたいだったんですけど、なんそう、誰だ嘘ついたのは嘘をつかないでください。ぐっちゃんだるまありがとうございます。そう、あ、かぶってってすいませんって言おうって言ったら、やってないよって言ってました。嘘ついたら内首よぶち切れまこ、ぶち切れてないまこよ、内首よ。昨日ココちゃんと一瞬だけ配信した、あ、そう、ゲームの中でおの、なんかココちゃんがあのなんかキャンプな、なんかまたママから夕飯カレーとか来た、なんか意味わからない、悲しい。あのココちゃんと通信したら、あのベッドに乗ってたんで寝てたんです。ココちゃん寝てたから、マコが斧持ってベンベンって言ったら、あの内首ってやりました面白かった。マウントね、ほんとママのマウントもう嫌だ、もうしないでほしい。今日はカレーなんですね、ママひどい。ジェイソンマコ打ち首よ、集まりの世界で打ち首した。え、本当にってかね、お姉ちゃんがめっちゃガチってて、集まり、お姉ちゃんって集まりとかしない系の人だと思ったんですけど、そしたらすごいやり込んでて、めっちゃ映えな島作ってて、めっちゃおしゃれだからね、すごいよ。あとね、普通はみんな北半球とかにしてるんですけど、お姉ちゃんなんか南半球にしちゃったから、季節が今秋なんですよね。めっちゃおもろい。イースターコンプ、え、イースターとかそういうのじゃなくて、なんかマイデザインとか、さっきさや起きたって報告が来ました。で、今日は何配信ですか？特に今日は私のパジャマを公開って感じ。はい、かわいい。あ、こんな猫もいた。これは昨日ってか、昨日洗濯して、今日洗濯バサミから取った、洗濯したてのパジャマ、ふわふわ、もう柔軟剤めっちゃ入れてるからね、すんごいふわふわ。パジャマ配信、パジャマでドライブ。そろそろオムライス、オムライス、チャーハン、チャーハン、それともワンワンオムライチ。僕もそのパジャマ買います。でも私本当にめっちゃ昔に買ったの、小6とか小学生ぐらいの時に、あの雑誌の通販で買った、だからベルメゾンみたいな、そういうので買うやつ、あの雑誌のお買い物、雑誌ショッピングみたいなので、買いました。うちの家は昔はよく雑誌ショッピングでいろいろ買ってました。
なんて雑誌ショッピングで買ってたんだろうね、謎。え、だからさ、もうすぐまあ薄めのパジャマでもいい季節じゃない。だからあの GU とかのおしゃれなパジャマ買いたいんだよね。かおしゃれな、そうでかネットで買おうかなって考えたら、おしゃれなパジャマ。ここちゃんのパジャマ自分で作ったやつ。あ、写真送られてきた、急に。なんか何これって言ったら、ここちゃんが中学2年生の時に自分で作ったやつだよみたいな。あ、ポケモンのやつ、そうそう、ポケモンのパジャマめっちゃ欲しいんだよね。ジャージはパジャマにしないの、私ジャージ全然着ないんだよね。ね、分厚いカタログ買おうかな、ポケモンの。そう、ポケモンのめっちゃ欲しい。ネット通販したい。なんかフラミンゴの柄のパジャマだったよ、ココちゃんのズボン自分で作ったんだって、すごいよね、フラミンゴ。フラミンゴ、おしゃれなワコピー。そう、おしゃれになりたいので、可愛い部屋着買いたい。なんでおつまこなの、大まこでは。あ、名前って書ってわけじゃない、なんて言うんだろう、おつまこっていう挨拶なんですよ、があだ名になりました。なんかお疲れ様子、おつまこって感じのことで、おつまこ、おつってことで、おつまこってことで、おつまこです。だから別に大橋の王とかけてるわけじゃないです。おしゃれになりたいの。初めておつまこ使ったの何歳、14歳、わかんない、14か13。パジャマっていいね、パジャマっていいね。ピンク色のパジャマとかおしゃれ、なんかサテンの生地の謎のパジャマみたいなのはあるんですけど、あれそこまで可愛くないから、なんかマットな素材のやつがツルツルしてるの、全然寒いし嫌だ。一人でお使いに行けるまこの略です、嘘言わないでください14歳、疲れまこでおつまこなんですね、そういうことです。なんかサラサラツルツル素材のなんかサテンだっけ、なんていうんだっけ、シルクだっけみたいな生地のパジャマはね、なんか寒い、寒くてやだ。スポーツウェア的、あ、そう、スポーツウェアも苦手。シルク生地夏はいいけど冬は寒い、そうそう、夏はいいよね。だから暑くなってきたらそれ着ようと思う。長袖なんだよね、でも持ってるの。この前のブログ中学3年生って書いて、あ、そうなんですよ、ごめんなさい、もうね改善しときました。なんか N クールみたいで寒いよね、夏でももこもこ派なの。え、でも夏は N クールとかの、あのひんやり素材のお布団で寝るので、そう、もこもことかじゃないです。見るたびに可愛くなってますか、ありがとう、ありがとうございます。今日は直すもこそ、今日ブログ何かこう何話そうと思いますかね。うん、クールなおつまこさん、クールまこ、え、ヘアアレンジしたい。え、なんか最近お家にいると TikTok 見るじゃないですか。あ、みんな見ないかもわかんないけど、私はお家にこもってる時によく TikTok を見るんですけど、見ない、あのね、コスプレしたくなってくる、めっちゃ。クールマコって餅つきしながらギャグいさ、クールポコやんあれどんなゲーだったっけ。今日はスイーツ食べた、食べてないけどチョコ食べた。加入当初のおつもこ顔幼すぎてビビる、え、わかる、自分でも顔が幼くて
可愛くなくて顔が幼すぎてナチュラルっていうかやばいよね。何のコスプレ？かなおちゃんのコスプレしたい。めっちゃ可愛い。なんか暇すぎてね、お家でなんかめっちゃ化粧を頑張ったけど、でも顔面が本当に追いつかないから着ただけレイヤーになっちゃいそう。マジで。うん、黒髪のキャラだな。なんかカツラとかをさするにしてもすごい色が派手だと絶対似合わないんで、あれですね。アーヤがメイド服着てた。あ、いいね、そういうのも着たい。あとなんだろう、なんかお家で楽しみたい、暇だからお家でなんか頼めるじゃん、楽しめることをなんかしたいですね。ネットで買おうかな。服持ってるの？持ってない。ネット通販かな。お姉ちゃんに買ってもらおうかな。え、大川さん炭治郎やったんですか、すごラーメンおじさんハートたくさんありがとうございます。ありがとう。あと500個ありがとうございます。どんぎつねやるよ。あ、かわいいよね、ふわふわついてるの。鱗だけのコスプレ待ってます面白。お面つけるればいいやん。髪型研究いいじゃん。そう、髪型研究したいのでヘアピンをまず買おうと思います。ヘアピンがお家に、まあ、本当にないから。矢沢ニコちゃん、あ、いいね、ニッコニッコニー、ニッコニッコニー、笑顔を届ける。こっちだっけ、矢沢ニコニコ。え、めっちゃニコニー大好き、かわいい。松田子めっちゃ優しいね、フォロワー思い。配信固まってあんなに怒るだ。そう、フォロワー思いだから配信固まると切れちゃい貞子だね、貞子やよ。うん、そんなことないよ。え、カノウイコ、なんでカノウイコが出てきたヘアピンで部屋が散らかるまこ、確かに。まこちゃん出てる TikTok 見つけた。西武ドーム、そう、西武ドームで撮りましたね TikTok。 懐かしい。なんか全員撮ってねって感じで撮りました。なんだっけ、アイドルシャッター、ピース。ニトニトリお値段以上、ニトリ判断が遅いなんでニャンコスターは嫌よ。西武ドームもう1年以上前なんだ、やばいね。つけ麺ラーメンおつまこイケメンラーメンつけ麺じゃないの。こんばんは、はじめまして、かわいこみき、ありがとうございます。ぜひ右上のハートピンクにしてってください、お願いします。サバの味噌煮込んだ作って、さすが知ってる。そう、知ってます。そう、ゆおさんのコスプレTikTok 始めるよ。場所、それがなんか TikTok がログインできないんですよね。つまこ意外と芸人詳しい、意外と詳しいよ昨日肉じゃが作った、いいな、美味しそう、食べたい。まあ食べてます。今夜ご飯食べてる？みんな
旧規制の赤ないのあるんですけど、なんかログインできなくて、なんか入力したらなんかね電話をかけてくださいみたいになってダメになっちゃった。まこちゃんと早く握手したいのね。早く握手会したいね。さっきホイコーロー作ってたけど美味しそう。ホイコーロー、いいな。ホイコーロー、山穂サンゴさんハートたくさんありがとうございます。あ、教材電話したしました。さっきなんか全然余裕でした。もっと早く電話すればよかったって。え、なんかてか2枚目が来てたんですよ。不在届2枚目、やばいと思って、やばいなと思って、2度目の留守しちゃってたみたいでやばと思って、さすがに今日電話したらフリーダイヤルって全然人が出てこなくて機械だったから、なんか全然機械だったから余裕で電話できた。ほんともっと早く電話すればよかった。2回留守した。そう、2回ぐらい留守しました。いや、留守、違う、2回目は普通に留守だったんだと思う。あれ覚えてない。なんかでもさ、あのちゃんと何時に来るとか分かったんだけど怖くて出れない。そういう機械みたいな声したら人で、あ、そうなの。でも私は一言も喋んないで済むからね。でもさ、フリーダイヤルの最初は自分の電話番号を打ってくださいみたいなやつで意味が分かんなくて、何回も電話をぶち切るってことをやってしまった。めっちゃ意味分かんなかった。自動音声やり方が分かんなくて、なんか分かんなくて電話番号打って、そしたらなんか自分の電話番号打ったらさ、下の赤い丸いボタン押したくなるじゃん。なんか自分の電話番号打って、であのボタンポチッとしたら、あ、なんか電話切っちゃったみたいななって、意味が分かんなくて困ってた。でもなんかやっと理解できた。ぐっちゃん音符ありがとうございます。 QR コードでできるの？今置き配してくれ、ね、置き配達してほしい。インターホン出るのすら怖いんだけど。つまこさんってキレキャラ？キレキャラじゃないけどキレキャラ？うちキレキャラですかね。いたずら電話する？いたずら電話じゃないよ。いや、真剣に本当に電話したんですけど、やり方が分かんなくて何回も電話ぶち切っちゃった。つまこさん再配達覚える？そう、再配達覚えました。インターホンにモニターついてない？え、ついてるけどモニター見たら顔怖くて開けたくなくなっちゃうんだよね。なんて言うんだろう、え、本当にこの人は本当にその人なのか分からなくて怖くて開けられない。顔怖いはちょっとひどいわ。違う、なんて言ったらいいの、なんか声聞こえないのかな、多分聞こえるのかな。でもなんか違う人だったら私がいるってことバレても嫌だし、なんか怖くて出れない。知らない人が怖い。そう、そう、ちゃんと宅配便アピしてっていう。コンビニ受け取りもできる。ほうほうほう。おつまこうって出ると怖い人みんな逃げるよ。そんなわけないよ。もうこのまま教材やらないです。え、でもちゃんとお電話したから、ちゃんとね指定した時間とかに来ると思うの。すっぴんの時はイルス使うって謎じゃない。知らない人だからすっぴんでもいいよね。教材を開けるのは何日後になるの？
本当だよね。もうかれこれさ、1回届いてからもう3日ぐらい経っちゃう。やばい。東大でも目指すの目指しません。マスクして出ればいけそう。マスクして出ます。まだ受け取ってないの。まだ受け取ってない。私も知らない人なのですっぴん配信お願いします。でも私がどんな人なのか、なんていうの、みん、いや私はあの、いやもうちょっと説明するの難しくなっちゃった。天才おつまこ受け取らないことを理由に課題を出さないつもり。確かに頭いい。つまこさん大学行きたいとかあるの？ないですね。大学生で生きていける気しないから絶対無理。握手会の時はちゃんとファンってアピールするね。よろしく。教材配信しろ。いや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 、できないできない。さやたすだって大学生。さやたすはね普通にすごいよ。普通に人間だから、なんか普通にさやたすはなんか普通の、な普通に生きていける人だから、私は生きていけないからあの無理っていう。え、さやたすはマジであのなんかコミュ力高いもん私より。中学校も、小学校わかんないけど、中学校も高校生活もさやたすはめっちゃちゃんとね、ちゃんと生きてたから、ちゃんと勉強もしてたしね。普通に頭いいからあの大丈夫だと思います。あのおつまこさんは、うん、ダメでした。やっぱり課題配信しようね、したいね。つまこはちゃんと生きなかった。そんなことないけど。タスさんは陽キャなのね。タスさんは陽キャなので、お友達たくさん。モコピ芸術性高い？やったー。え、解いてあげたい。モコ確かに、え、宿題一緒に、宿題レポート一緒にやる配信ってさ、でここに当てはまるの何ですかってみんなに聞いて、みんなに答えてもらえばいいのかな。でもみんな嘘つくからな。ちゃんと教科書見て普通にやりたいと思います。まこちゃんもしっかりしてる、よかった。なんか前に高校に行ったらなんかみんな親と来てたんですけど、つまこさん孤独まこでちょっと焦ったっていう。たさまだアルバイトしてるの？え、今でも、え、アルバイトってなんだろう。何アルバイトって、アマステですか？わかんないかな。現代文とコンビアの任せろ。自立してる、そう自立してるな自分ってちょっと思った。地理なら得意で、ありがとう。今お店を休みは、そうお店を休み、あの影響で。数学、え数学全然わかんない、どうしよう。数学って仕組み理解したらできるよね。知らないんだよね。中3の学習全部わからん。いや教科書見れば解けるよって言われましたが、できるのでしょうか。こんだけ視聴者いたらきっと先生とか、どなたか、どなたか先生いますか？この中に先生の方はいませんか？体育も得意です。体育めっちゃ嫌い。見学大好きって感じ。数学は厳しい。公式理解するしか。塾講師とか言いましょう。はい、私先生です。お、あ自分大工です。機内かな。どなたか、どなたか先生いませんか？私だ。嘘、先生ではないけど数学得意。すごい、
ただのサラリーマンです。うん、やっぱただのサラリーマンでいいと思う。勉強ダメです。あ、人生の先生、つまこエアライン、おつまこエアラインで、レポート、あのピンチなのでって感じ。ヘイシリーでいけそう。学校の先生がおたばりしたら震えが走る。学校の先生ってオタクしちゃいけないのかな。勉強は社会に出てあまり役に立たないね。英語も教えられるかな。でも英語って教科書見たらいけそう。書き写せばいいかなみたいな。友達にオタクの先生いる。あ、そうなんだ。知り合いで SK オタクの先生いるよ。すごい。教えてね。スマホなんか資格とか持ってる？持ってない。意外とオタクしてる先生いるんだ。そうなんだ。調理師免許取ろう。え、取りたい。英検取ろう。英検は超やだ。漢字検定は昔受けたいなって思ったことあったんだけど、あの応募がよく分からない、応募の仕方が分かんなくて、気づいたら締め切りっていうのを繰り返したら、あの漢字を忘れてたみたいな。うん、ウニ飼育2級。そう、猫の飼育2級これから取るんですよ。これから、そう、これからいつか、でもいつかね、ネイルの資格とか取りたい。でも資格の取り方が分からないから取れない。そうなんですよ。こんばんは、ダサパジャマと聞いて急いできました。こんばんは、猫のパジャマです。カーテンタイム1級。カーテンタイムはもう、あの私が始祖。孫検定1位取れる自信あり。お、いいね。1位。おしゃれパジャマですやん。おしゃれやろこれは。おしゃれ、もはやおしゃれ、なんか田舎っぽいパジャマって感じ。カーテンタイムの始祖、おつまくん。始祖って中二病感ある。あ、本当？やばい、鬼の始祖とか言ってたから、始祖ってなんか中二病アニメとかになっちゃう。ミックさん、ハットサクさん、ありがとうございます。2周しておしゃれです。おしゃれです。これ、あの下北沢ファッションっていう感じのおしゃれですね。はい、パジャマはおしゃれ。つまこはそうでしょ。そう、そのパジャマで開くしか。かわいいジェラピケとかのパジャマ着たい。ミックスさん、ハート100個ありがとうございます。下北沢やばい、豪雨が来るし。え、本当に？やばい。やばい、死ぬかも私。今お家に食べ物、もやし、もやししか、もやしと豆腐しかない。やばい。あ、牛乳はあるけど、お米はまあ炊けばあるか。まあ生きていけるね。雨漏り大丈夫か？大丈夫だよ。この家は雨漏りしません。え、もやし、もやしどうし、あ、あと千切りキャベツもあります。キャベツ、もやし豆腐を作る。もやし炒めたいな。
関東は明日雨か。明日雨なんだ関東。明日の昼過ぎまで雨降る。長い。引きこもったあつ森するしかないね。あとね、これ美味しいよ。セブンのチョコチップクッキー。これはねめちゃくちゃ美味しい。箱のやつなんですけど、箱で売ってるから家にずっとある。雷落ちた？マジで。ちかちゃんのチョコチップ、チョコチップクッキー。私チョコチップクッキーめっちゃ大好きなんですよね。何それ、100円、100円ではないかな、わかんない、150円くらい。そういえばね、あとねあれも買いました。あれ買った、気になってたポムポムプ、あのポムポムプリンが飲めるらしい、あの飲むポムポムプリンを買ってみたんですよ。あのポムポムプリンが可愛すぎて買っちゃった、買っちゃったんですけど、ファミマの、そうファミマ飲んでやった、まだ飲んでない。買ったはいいものの、なんかすごい量多くて、なんか見てみたらすごいねプリンがね液体化されたようなやつでね、ちょっとめっちゃ飲もうか迷ってるな今。なんか飲めずにいる、まだ。飲むポムポムプリン、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 飲むポムポムプリン。むず。ポムポムプリン、ポムポムプリン、ポムポムプリン。ポムポムプリンタルトが売ってないんですけど、飲むやつは売ってました。だからポムポムのことを飲んでやりたいと思います。早口言葉。ポモポモ？ポムポムって言って、ポムポムプリンって言ってますよ。ポムポムプリン、鼻の下伸びるんだ、ポムポムプリン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 、ポムポムになってる、ポムポムプリン、ポムポムプリン。やば、ポムポムプリン、ポムポムプリン。難しい。ポンポンプリム、ポンポンプリン。難しい。ゴムゴムのみ、ゴムゴムのみ。滑舌いいね、滑舌いいですか。たけりやさんファイトありがとうございます。しんのすけさん三色団子ありがとうございます。ポムポムぐっちゃん小判ありがとうございます。ちょっと読みづらいんでポムポムは。山さん花束ありがとうございます。デイクさんしんのすけさんかわいいありがとうございます。なべかずさんハートありがとうございます。元妻子さん三色団子尊いかわいいありがとうございます。げんちさんだるまありがとうございます。滑舌のレッスンはありましたか？ないです。ウニウニプリン。なんか大変そう。めっちゃ嵐や雨がすごい。あ、そうなんだ。ポムポムパミュパミュ、キャリーパミュパミュ、え、私言えるんですよ、キャリーパミュパミュさん。語尾にまこって面白いね、ありがとう。マサパパさんぜひ右のハートピンクにしてルームフォローお願いします。そしてこのウニアボタを着てくれると嬉しいです。よろしくお願いしまこ。カムカムプリン、カムカムレモンみたい。え、そういえばこの前カムカムレモンの、私ソーダとかが好きなの、青いカムカムレモンがめっちゃ好きなんですけど、最近ラムネ味が売ってたからめっちゃ買いたかったけど買わなかった。プリンに醤油かけるとウニ味なの？え、そうなの？まこまこで早口言葉作りたい。生麦、生米、生卵。わかんない。ウニを食べるお茶、ウニ食べません。カムカムレモンどこで売ってんの？
カムカムレモンね、その辺で売ってるよ。100均でよく見かける。めっちゃ好き。カムカムレモンよりカムカムブドウを、カムカムイチゴ、カムカムソーダが好きです。おつまこおつまこおつまこ、カエルマコマコミマコマコ、合わせてマコマコミマコマコ、生マコ生マコ生生マコ、嫌だそれ、ちょっと気持ち悪い。ミネラル麦茶急に では本日はですね、配信はね、炙りカルビ巻こう。ナマコみたい、やだナマコ。ナマコ、お腹すいた？それではね、もうそろそろ夕飯の時間ですので、今日はそろそろ配信終わっていきたいと思います。深夜までやる、私その時間制限があるからね。バスガス爆発、ガスバスガスパーパーだ、うわらら、バスガス爆発、ガスバスガスガスガス、あ、もうダメだいや待って、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発、言えた、バスガス爆発、バスガス爆発だ言えました。骨粗鬆症、わかんない、漢字が読めない早口ではない。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発、これ最初強く言えば言えるんじゃないか。切れてません。赤巻きがむ、赤巻きまこ、青巻きがまこ、黄巻きまこめっちゃ難しい。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、あれ黄巻き髪になって、黄巻き髪、黄巻き、わかんない、赤巻きまこ、青巻きまこ、黄巻きまこ、赤巻きまこ、青巻きまこ、黄巻きまこ、かわいいね、なんかそれ。新春シャン少々ココナ、ちょっとこれはちょっと良くない、これは不謹慎さ、新州シャンソン賞、赤むパジャマ、青パジャマ、猫パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、猫パジャマ、キマキマコかわいい赤マキマコ、青マキマコ、キマキマコ、キマキマコかわいい、キマキマコ、キマキマコではランキング読んでいきたいと思います。います。13位、しんのすけさん、ありがとうございます。12位、ぷんぽむらさん、ありがとうございます。11位、なさけのしおものかさん、ありがとうございます。10位、ガンズーさん、ありがとうございます。9位、ぽむぽむぐっちゃん、ありがとうございます。うわ、名前を早口言葉にしてる人いるわ。8位、東京特許許可局許可局長、おや、言うとはい、言えました、ありがとうございます。でも言えちゃった、ちょっと。7位としさん、ありがとうございます。6位、げんちゃさん、ありがとうございます。5位、デイクさん、ありがとうございます。4位、ゾンビさん、ありがとうございます。3位、ヤワホー3号さん、ありがとうございます。そして2位、元つまこさん、ありがとうございます。そして第1位はラーメンおじさんなんですが、あの、ちょ、どうや、あ、名前カタカナ、いつものカタカナでいいですかね。あの、これはすごいすごいですね。東京特許許可局長でした。ラーメンおじさんはいつも通りのカタカナにあのするべきでしょうか、それともこの今日の難しい漢字にするべきでしょうか。いいよ、じゃあカタカナで書きます。はい、ラー、文字数ぴったりって感じ。できた。できました、できました、できました。
第1位はラーメンおじさん、ありがとうございまこ。可愛く書けました。1位おめでとうございます。1位おめでとうございます。ウニがウニです。そう言いつつ実は漢字書いてるまこはいない。え、漢字も書く？いけそうな気がするんだけど、漢字漢字できそう。ちっちゃくなんですけど、麺って麦片なんだ。麦片なんてあるんだね。あ、意外と簡単。あ、間違えちゃった。漢字間違えちゃいしちゃった。漢字間違えちゃった。ちょっとね、おね、ちょっとね、早くこれ、早くこっち側書きたくなっちゃって、こっちにこっち側が入っちゃった。はい、書けました、書けました。書けてる？問題ない、問題ない、ま、問題ない、読めるよ、天才まこ。はい、こんな感じで1位の方が書き終わりました。おじの方を間違えるという意外、そう、おじの方間違えちゃった。はい、問題なしがそんな感じで、本日も皆さんたくさんコメントやギフトありがとうございまこでした。楽しかった。これで教材もバッチリ、そう、教材届くのをね待ってます。明日届くかな。ブログ忘れずにありがとう。何書こうかな。ありがとう、ありがとうございまこでした。ありがとう、感動した。ありがとうございまこ、バイバイ。あ、そうだ、スクショして、スクショしよう。あ、してじゃない、スクショします、スクショします。スクスクつくつく帽子、スクショするよ。ウニアバター来てスクショしてくれたら嬉しいです。あ、スクショじゃないわ、おつまこってコメントしてくれたら嬉しいです。はい、おつまこ、はい、おつまこでした。みんな見に来てくれてありがとうございまこでした。バイバーイ。おやすみ猫、おやすみ、おやすみ。